では今回は演技往診ということで、当院の往診は、他の病院だったり、施設だったり、在宅だったり、いろんな場所に往診に行きますけども、今回は在宅の往診になります。まあ、そこでの看護師の役割や、他の職種の方々の動きを解説していきたいと思います。はじめに解説をしてから、往診の様子の動画を見ていただきたいと思います。では、初めにですね、往診の前に、看護師が何を考えているのかっていうところでお話をさせていただきます。情報収集としては、嚥下障害の全体像の把握になります。で、初診の方、まあ、初めてのね、嚥下検査の方の場合には、近隣の主治医からの紹介だったり、また、本人家族から直接だったり、ケアマネージャーさんだったり、利用してる施設からの依頼があって往診に行くことがあります。そのためにその依頼文、まあ、紹介状があるかどうか、まあ、あればその内容を見ていったりとか、まあ、ケアマネージャーさんとか施設からの依頼だと、最近ちょっとむせるので見てもらった方がいいんじゃないかなっていう程度の記載があることもあります。そういうのもしっかり把握していって、往診に臨みます。で、もしわかれば、まあ、現在から過去1年の間の体重変化があるかないか。また増えてる場合にはむくみがないかどうかっていうのも確認していきます。で、どういう食形態で、どういう姿勢で食べて、むせたりするのかっていうところも、情報が必要なので、そこら辺も聞いていくんですね。食事摂取の姿勢と、食事形態。また、水分にとろみを使ってるのかどうか、ということも確認していきます。で、全くの新刊で、当院にカルテがなかったりすると、こういう情報については、往診先で、検査前に直接聞くっていうことが多いです。で、往診の時には、指導に何が必要なのか予測がつかないんですね。病院から何を持ってったらいいかっていうのが、行ってみないとわからないことがあるので、基本、最低限のものを網羅して持っていきます。なので、大荷物になっていきますね。まあ、代表的なところでは、増粘剤、とろみ剤ですね。あと、検査用の着色料になります。あとは、栄養補助食品にエネパクゼリーだったり、飲みやすい。また、咀嚼の様子を見たいなっていう時に使うのがクッキーになります。あとは、訓練ができる人であれば、ボール訓練だったり、口唇閉鎖の時の訓練で、ボタン訓練とか。そういうものも一緒に持っていきます。あと、嚥下の、まあ、咽頭口頭の構造とかがわからなかったりすると、説明するのにですね、模型とかも持っていきます。で、往診、まあ、在宅往診をするような方っていうのは、まあ、介護保険を使ったりしているので、ケアマネージャーさんが大体ついてるんですね。可能であれば、ケアマネージャーさんもその往診の時に参加してもらうことを依頼しています。ちょっと時間の都合上ね、参加できない場合もありますので、その時は、まあ、検査の結果の情報っていうのを用紙でお渡ししたりもしています。まあ、ケアマネージャーさんはいろんなサービス関係とかをね、コントロールしている方なので、情報を、統一して伝えてくれる役割でもあるので、できれば参加してもらえると助かるっていう状態ですね。で、今回の、画像の方は最新です。何回かもう往診に行ってる方の、様子になります。で、今回の、
嚥下検査の時の参加者としては、まあ、本人と介護者である奥様と訪問看護師とケアマネージャーさん。ちょっと私たちが往診がちょっと早めについてしまったので、ケアマネージャーさんが遅れてというよりは、私たちが早すぎて、時間通りには来てくれたんですけども、検査がちょっと終わったかなぐらいの時に参加しています。で、こちらからは医師と看護師2人と事務4名で伺っています。で、往診行く途中では車の中で、今から見る患者さんの嚥下障害像の確認や現在の問題点、また回復に向けて何が必要かなということをカンファレンスしていきます。で、そこで予測したものをもとに、検査で答え合わせっていう形になります。初診だと、まあ、到着後に、いろんなそのような必要な情報を確認するんですけれども、最新の時でももう一度ご家族に今の様子、あとは希望する内容ですね。結構元気になったので座って食べれないかなとか、また今ペースト食なんだけども噛むものを食べれないかなとか、そんな依頼もあります。その時はその希望に合わせて、可能かどうかっていう検査も行っていきます。で、事務の役割としては、往診の日程調整をしてくださいます。あと、往診に必要な物品について家族に連絡をして、ヨーグルトだったり、コップだったり、実際に普段使っているスプーンも準備してもらうんですね。あとは、希望で何かこう食べさせたいものがあるかどうかということも伺って、必要であればそれも準備していただくこともあります。まあ、スプーンの大きさっていうのもすごく重要なので、実際に使ってるスプーンを準備してもらうことを、依頼しています。と、往診時の移動の車の運転を事務の方にお願いしています。で、看護師は、検査の準備だったり、姿勢保持だったり、検査時のね、内視鏡挿入時のサポートだったり、検査食を介助する。検査画像の説明や検査後の指導、片付けということを2人で行っています。で、画像を写す前にですね、もうやってたことがあるので、それをちょっと先に説明させてもらいますね。まず検査前には必ず患者さんの表情を見ながら挨拶に行きます。コミュニケーションから始まっていくんですね。で、挨拶をしながらその意識状態だったり、状態だったり、声だったりということを聞いて、もうそこから評価も始まっています。で、患者さんに今日の往診の目的をしっかり説明して検査をさせていただくっていう形です。新刊であれば検査方法の説明ですね。これからどういう方法で検査をするのかっていうことを写真や模型によって、説明をしています。で、こちらに映っている咽頭喉頭モデルとかトラピスっていう模型なんですけれども、咽頭喉頭モデルは喉の中の立体構造を触って見れるんですね。とても複雑な構造になっているということを実感していただいています。トラピスの場合は、口腔から咽頭、また肺の方にですね、誤嚥する様子っていうのが姿勢によって異なってくるっていうのを、説明するときに使うものです。こういうものを持っていって、誤嚥のメカニズムだったり、嚥下のメカニズムだったり、ことを説明します。で、食事用の姿勢調整としては、まあ、姿勢を変えるときにはですね、必ず今から何を行うのかっていうことを一つ一つ声をかけながら、実施しています。その目的としては、
これから何をするのかっていうのをわからないうちに、ただただこう体を動かしてしまうと、筋緊張につながっちゃうんですね。なので、そちらを予防して声かけながら行っています。背中への崩れ予防。今日はですね、この患者さんは左半側外の姿勢が必要な方でした。なので、背中の崩れ予防に使っているものとしては、こちらの方は、クッションじゃなくて、バスタオルと、バスタオルというかタオルケットを丸めて使っている方ですね。その方法も後で説明します。航空機の問題があったので、頸部回旋をするんですね。まあ、側外になってお顔をちょっと上げる、上に向けることで、口からの食べ物を喉に流しやすいように、重力を使って流しやすいようにするためのものになります。その時に使うのが、二コブラック枕。こちらの画像に映ってますね。写真がありますが、これは私が、頸部回旋するときにバスタオルを丸めて作ってるのを見て、地元の企業の方が枕を作りましょうということで協力していただいて作った枕になります。タコブラック枕って言います。クッションがないときのバスタオルの、作成方法なんですけども、ちょっとこちらに映ってるバスタオルは、薄いバスタオルになるんですが、もうちょっと厚いバスタオルの方がしっかりするかなと思いますが、今回の患者さんの場合はタオルケットで作ってありました。まずはじめにバスタオル半分に折って、2枚重なっているところからこう丸めてきます。で、一部、こう、バスタオルを残してですね、その残したものを患者さんの体の下に引き詰めて、で、このバスタオルがずれないように、患者さんの体でタオルを、押さえてくれる。だいたい背中を崩れるときっていうのは、下になっている側から崩れてくるので、そこをバスタオルで支えてあげると、大きなクッションを背中にただ置くよりは、背中側への崩れが予防できます。で、それを再現して作ってくれたのがピタッとクッションっていうんですね。ここに丸めた部分になって一部残っている生地の部分っていうのがくっついているクッションになります。こちらを患者さんの背中の下に、体幹の下に差し込んでクッションを固定するというものになります。ではまずは食事用の姿勢調整の様子を動画で流していきたいと思います。手前にちょっと手が見えているのが奥様。左側の看護師さんが訪問看護師になります。で右に医師がいまして、奥の方に2人看護師がいて、ここに事務の人も一緒に参加してくれています。ここに iPad が置いてありますね。まず、両外姿勢で寝ている方を左半側外に流すところから、姿勢保持するところから流します。iPad は3台持っていますので、見やすいようにね、もう訪問看護師さん慣れてるので、動いてくれてます。手を取って左に向きますよ。いいですか？今背中にタオルケットを丸めたものを準備してますね。体幹をくの字にすることが安定できるので、まあ、骨盤を下に手を入れるんです。なんか奥様と訪問看護師さんはなかなか骨盤がスーッと後ろに来ないということで、私が簡単にずらしたのでなんでかなってちょっと不思議がってましたね。この時もうちょっとしっかりと一緒にやって説明した方が良かったかなって、この画像を見ながら
反省しています。今完全速外になってたので反則外だよねっていうのを確認していますね。送り込み障害があって咽頭器はそんなには悪くないので反則外になります。訪問看護師さん常日頃からやってるのでちゃんと骨盤も今ちょっとずらしてくれています。今唾液応援してたのを体を動かしたことでちょっと軌道の方で確認の感覚で感じて咳が出ましたね。今奥様が持っているのが双子ブラックですね。着色水を使うのでこぼしちゃいけない、こぼしたときに、タオルを汚しちゃいけないので、今、紙タオルを、防水シーツのちっちゃいバージョンですね。それを引きました。タコブラックの枕の上にタオルを引くのは、汚れ予防だけではなくて、両側に、タオルの上に頭が乗ると、両側の枕が寄ってきてくれるんですね。そのためにタオルを使っています。この方の場合は、口腔器の方が、障害が強いので、大きい枕を顔の方に当てて使いますね。このように準備ができました。これから検査になるんですけれども、検査をする順番としては、後頭ファイバー挿入時のサポートとして、看護師がこう、頸部がね、こう逃げるように、後屈しないように、そこをちょっと頭を支えるということをしています。で検査解除としては、この方歯がしっかり残ってるんですね。そのために、ちょっと開口が少ないとスプーンが入るのが難しくて、シリンジによる食事解除が有効と考えてシリンジを使っています。で一口目で嚥下反射がなかなかちょっと起きなかったんですね、シリンジで。10cc 解除したとき。で、そのうちにだんだん早くなったんですが、このシリンジで解除したときになかなか嚥下反射が起きなかったので、もしかしたらスプーンで奥舌をちょっと押して、感覚をもうちょっと上げてあげた方がいいのかなって考えてるうちに、嚥下してくれました。また、今度は嚥下時の口唇閉鎖がちょっと不十分だったんですね。口唇は開けてて、奥舌でちょっと口腔と咽頭を、塞ぐような形で嚥下していました。そのために以前は一口量が多いと口唇からこぼれてしまったことがあったんですね。なので咽頭的には 20cc 解除しても大丈夫そうなんですけども、一口 10cc に制限して解除したところ、こぼれないでできました。また、平行解除もその時はしなくても大丈夫でした。こぼれるような時には、唇を閉じるっていう解除も、必要かなっていうお話も伝えてあります。二口目からは十分に開口ができて、スプーン解除で確認ができました。その時は取り込みも良く、食材が口から喉に行く移送もスムーズでした。二口目からは嚥下時の、口唇閉鎖もちょっとできてきて、前回よりも咽頭収縮力は、改善されていました。その、効果っていうのはお薬と、あとは訪問看護師さんに頼んでいた口腔マッサージなどの訓練効果があったと評価しています。じゃあ検査の様子を流していきたいと思います。
今お家で準備した食材を持ってきました。親戚の方が送ってくれたみかんを、ミキサーで、ミキサーにかけて、とろみをちょっとつけてくれたですね。ヨーグルトがこの方嫌いっていうことで、ヨーグルトは使っていません。検査の時にね。検査の時には、咽頭収縮力の、状態を見るのにヨーグルトを使っているんですが、この方の場合はちょっと嫌いなので、とろみ水から始めて、あ、違いますね。大根おろしと山芋をミキサーしたものを解除します。10cc ですね。入りますよ。大根でって、シリンジで取り込みました。なんでいいですよ。舌の運動が始まるかなっていうのを観察していますね。で、これで私は舌を刺激した方がいいかなと思ってスプーンありますかって今、奥様に依頼したところでした。そのうちにだんだん舌が動いてきて、ありがとうございます。今飲めました。ちょっと口の動きが良くなってきたので、スプーンでもいけるかもしれないっていう評価をして、今度はスプーンで観察しています。スプーンで解除するときには、舌の中央までスプーンを挿入して、ちょっと入ったよっていう感じで、ちょっと押してあげて解除していますね。親戚の方から送ってきてくれたやつだよっていうことでお話ししてますね。今ちょっと更新閉鎖の解除が必要かどうかをちょっと評価しながら見ています。この時も大丈夫だったね。スプーンでちゃんと飲みましたね。いいね。いいね。喉の機能がいいねっていうことでお話ししてですね。前回は結構、頸部の緊張も高くてね、タコブラックンを使いながらも結構ちょっと後屈気味になっていたんですけども、それがだいぶ、良くなってる。お薬によって改善してきています。今度は着色水なのでこぼしちゃいけないのです。シリンジで解除します。ちょっともう一回飲みそうだったので飲み当てて、また解除しました。10cc ですね。はい、行きます。ボロボロした音はするんですけど、喉のところは全然、寝ている時の唾液誤嚥がちょっとゴロゴロしてるかなって今話をしていますね。喉のところには全く唾液はないので、寝てるところ、寝てるうちに、唾液が気管支の方に入っている音だろうということで説明をされています。口腔ケアがしっかりしているので、大きな問題にはならないそうです。で今私は追加演技を待っているところですね。
中にプロミスが残っていたので、今追加演技まで待って片付けるところになります。まあ、ちょうどそうですね。体も柔らかさといい、仕込みといいね。前回出したお薬がとても効いていて、ちょうどいいですねっていうことで、結果についてお話ししてますね。この後も、検査後の説明としては、医師から検査結果の説明があります。で、本人、家族、関係者、だと一緒に改善していることの喜びを共有していきます。医師と看護師の立場から、指導内容ですね、まあ、検査結果内容を用紙に記載してお渡ししていきます。演技認定看護師はその後ケアマネージャーさんが来たので、検査結果の画像を見せながら解説この後します。医師はその間に、今後の薬の相談をしつつ、必要な薬を処方するということをデンタルで行います。で、事務は会計についてや次回の方針の予定ですね、について家族と、相談しながら説明していきます。もう一人の看護師が検査機器の片付けを実施していくところです。それをまた流していきます。今、自分の人はもう次回の相談をしていますね。今、私が持っているのは、検査後の指導用紙ですね。記載するものを今、準備しています。この方は胃ろうからも栄養を入れてますので体重が減らないように。口から食べたり、胃腸からの栄養も安定して入れてもらっています。いいね。今、指導の内容を書いているところで、ケアマネさんが今、到着したところです。検査終わっちゃったよって言われちゃいました。検査の結果が iPad に、すぐに録画されてますので、その説明をこれからケアマネさんに、演技認定看護師が行うところです。今先生はこちらでお薬の相談ですね。そうね、処方されています。副作用のないお薬なので続けていきましょうってお話をしてますね。
時に一番いい時間だと10年ぐらい。そうなんですね。昔からのこともいいことを言わせて。今先生はですね、筋弛緩薬の副作用について確認していったところです。演技的には効果があったけれども、普段寝ちゃうようなことがあるかとか、力がこう、緊張が取れすぎないかとか、そういうことがないかどうかということを確認しているところですね。もしそういうことが、まあ、起こるようであれば、一旦中止しましょうというお話もしているところです。演技検査はだいたい3ヶ月おきぐらいに、まあ、安定している方はするので、その間にもしお薬の副作用があって、そのまま続けちゃってても、喉のね、嚥下機能も低下しちゃったりするので、そういうことも予測をして説明をしているところでした。まあ、もう一回、振り返りますと、食事介助指導内容として、今の能力ですべきこととして、普段は訪問看護師さんと家族で、介助をしていますが、妻が継続して実施できる介助方法を考案しています。航空機の場合は随意運動で再現性が低いので、まあ、今回は一口目はスプーンの介助で、口の動きが悪かったのでスプーン介助ではちょっと困難でした。そのために二口目からスプーン介助。になっています。これは多分、食事の前に口腔マッサージとかをすれば準備ができて、最初からスプーンで解除できたかもしれません。お薬効果もあったんですね。で、切り替えの、煩雑さがあるので、スプーン解除時に、まあ、舌と歯を、歯が結構揃ってて、開口が弱いと、なかなか舌の方にね、食材が入る。解除するっていうことが難しいので、家族はスプーン解除した場合、継続が難しいかなって考えて、スプーンではなくてシリンジでの解除も、継続していくようにお話ししました。訪問看護師の、訓練指導内容につけては、まあ、能力向上、今よりもね、向上していく方法としては、前回の往診で、口腔や四肢の緊張が強く、開口、閉口、ともに障害がありました。また、頸部の後屈も見られていたので、筋弛緩薬を処方して、口腔マッサージを指導しました。また、栄養改善に向けた栄養量の指導も行ってきました。で、そのお薬を飲んだんですけども、その副作用は軽微だったので、今回、まあ、嚥下の方と体の緊張も、改善していたことから、お薬は続けていく。また、口腔マッサージをしながら栄養療法も有効ということでお話をしてきました。嚥下方針の、利点としては、まあ、介護環境が実際に見えるということが一番の利点になります。まあ、お部屋に入った時点でもうお部屋の温度とかね、そういうのも感じられるんですね。で、温度が低ければもうちょっと、高くするようにとか、そういう指導も行ってきます。で、患者さんとしては移動がないので、ストレスが少なく普段の能力を発揮しやすいと考えます。まあ、移動だけでね、結構疲れてしまうような方っていうの場合は、嚥下往診が重要な要素、必要な要素になってきます。在宅管理に関わる様々な職種の方が同席できるので、
患者さんの接触能力について共通の理解を得ることができて、安全対策を共有しやすくなるという利点もあります。また食事形態については、家庭で提供されるものを実際に見ることができるので、物性の違いとかないかという確認もできるという利点があります。嚥下往診を成功させるための仕事としましては、嚥下認定看護師をはじめ、嚥下治療には様々な職種が専門性を生かしつつ必要な役割を分担しています。安全に栄養摂取ができる環境を作り上げるということが全職種での共通の目的です。このように嚥下往診で、いろんな職種の方が参加してくれることで、まあ家族だったり、あと在宅に関わっている訪問の方だったり、ケアマネジの方だったりということで、地域でチームが出来上がっていくと考えています。特に嚥下治療に精通した職員の働きとしては、嚥下や誤嚥のメカニズムと障害の対策を説明していくこと、患者さんだけではなくて、参加している方にもわかるように、知識を伝えていくっていう必要性があります。チーム全体の理解を深めて目標を意識させるっていうことがあります。嚥下往診によって地域に嚥下治療チームが拡大することで、チーム構成員が関わる嚥下障害者に気づくようになります。嚥下治療に積極的な地域に発展し、していけるように私たちもサポートしていく必要があると考えます。今日の講義は以上になります。